ちょっと前にバシコバ社長の話をしましたけどこれやってるね謎の組織がバンテーベのバシコバ社長がえいつもぶちラジぶちラジを撮るのが水曜日だからえ水曜日は「タイタン」の学校やってて来れないっていうことの話したじゃないですかで結構さなんか全然会うことなくなったなみたいな話してたじゃないですか。 でしかもあの人はぶちたちも聞いてなかったとかいろいろぶちたちももう聞いてねえだろうみたいな、うん、関わらなくなったからどうせぶちたちチェックしてねえだろうみたいな話をして、うん、であのー、実は今日がこれ撮ってるのは火曜日なんですけどで事務所に我々行ったじゃないですか、はい、そしたら場所越し社長がいて、うん、今日タイタンの学校の日じゃないから真っ白な顔してた <laughs> <laughs>、まあ、顔色は真っ白でしたけど、うん、でおおみたいななんかこれ見よがしに。 m 1とか頑張ってねみたいな言ったりとかなんか取り返すよりのいろいろ言ってたじゃないですかでもあの感じだと多分あの「愚痴だし」の方は聞いてねえだろ聞いてないなあれ結構強めにいじったのにそのこと何にも言ってなかったから「あの愚痴だし聞いてます」アピールみたいなのめっちゃしてきたけどあのもう愚痴だし配信されてるのに何も言わないってことは絶対に見てないんだよ見てないね今日分かった今日分かったよななんか必要に愚痴だしの話ばっかりしてきたけど あれあんなに口ちだちで結構強めに言ったのにそうねなんか振り向いてもらうためにみたいなことも言ったし、はあ、でもそれ全然聞いてなかったんで、うん、多分見てない本当に引き続き見てない <laughs> 口出しちに関してはね見てないであとあの今日火曜日なのに来てねえし <laughs> 水曜じゃなかったら来れるんじゃねえのかよどうなったんだよ <laughs> で事務所にはいましたけどねあとなんかあのちょっとふてくされてただろその <laughs> どうせ俺が言ってももう意味ないっしょみたいななんか変なモード言っね <laughs> 今、バシコバ社長、変なモードになってるんですよ、どうせ俺が行ってももう何もな,ないでしょ、みたいな。俺行ったって変わんないでしょ、みたいな、なんか、<laughs> どうしちゃったんだよ、ね<え>ちょっと変なモードになってたっていう、これでちょっとね、バシコバ社長、そんなことないですよ、来てくださいって、ここで行ったところで、どうせまあ見てはないこれは <laughs> これは見てないんで、多分伝わらないと思いますけど、なんか、机に座ってるだけでしたけどね。いや、やってるよ、なんか、仕事はしてるよ、おそらく。 してましたいやいや、そのまあ、真っ白であってよ、なんか真っ白で机に座ってましたい、ね、や、いや、矢吹ジョーの最後じゃないんだか、ら。動かず動、動いてなかったよな,ないやいやその、ジョーじゃないんだから元違う違う違う最終シーンのジョーじゃないんだいや、なんかパソコンを出してるわけでもないし電話をいじってるわけでもないただ座ってましたよね確かにな、あと そのなんか DVD、うん、あのクラウドファンディングで作らせていただいた DVD をまああのなんか関係者の方にもこうお配りできるようにっていう感じだったんですけど、うん、それをこんだけ用意したぞみたいなのなんかめっちゃ自慢してきたよなんか知ったねほらみたいな,なダンボールをバリバリ開けてほら、うん、持って帰るかみたいななんか変なお母さんにあげないなんか変なんだったなあれもあれ変だったな <laughs> い,か <laughs> いやそんなにちょっと お母さん見,見るだろっていやいいっすよ見ないっすよじゃあお父さんはみたいな,なんか変な変な面白ないなやいやだめてそんなにうさぎこむか万が一見るかもしんないから <laughs> でも「バシコバ」みたいなタイトルに入ってたのに見てないってことはまあもうそうそう見ないのかもしんないし、ね、うよっぽどだよなよ<っ>見るもんなさすがにさすがにね <laughs> <laughs>、うん、でもまあ見て,なか見てない結構やっぱね芸人の名前出したやつとかはみんな見てるし、うん、親みたいになって見るし、うん あとあの池田さん、ジグザグジギーの池田さんとかも、うん、結構あ、あのやっぱ聞くらしいファンの人とかが話してましたよって聞いてチェックはするらしいんで、うん、多分やばいな、そのや,な <laughs> やばいっていうか別にいいですけどね、そのまあ、詳しくはブチラジのほでね、ばれるっていうか、その内緒で何やってたんだよ、終わってからいろいろ聞いたら、まあ、ブチラジの方聞いてね、からこれ見てほしいんですけど、ええ、まあフォルダがあるとで、ネタ合わせの写真も撮ってるんでしょ、ジグザグジギーの。撮ってる それも欲しいってこともうそのうんネタ合わせしてるところもコンビでネタ合わせしてるところを取るってこと主に池田さんを取るってことまあ池田さん映り込んじゃったら切る宮沢さんをそんなことしちゃダメだよ <laughs> <laughs> なんでまあこれは多分池田さん知ることもあるかもしれないですけどいやー言っちゃったねまあいいでしょう橋久葉社長のことは大丈夫ですまあまあそうですねあのどうせこれはチェックしない名前出しても聞いてないから、ね、聞いてないあと来てほしいあの今日はねね、うん ててれたななななんんんかかかでわいけどどうせバカにしてるんでしょみたいなこと言ってましたね。河本何見てんだよ。俺のことバカにしてんだろって。急になんか言ってましたからね。みんなバカにしやがってモードではありましたけど。まあまあそんなことはないんでね。ちょっとまた来てもらいましょう。ぜひね。そんだけ話すってことは来てほしいっていうこっちの愛情愛情ですからね。言ってることは全然ちょっと面白くはなかったけど、そう。愛情ですからね。持ってきてもらいましょう。また忘年会もね。そうですよね。 忘年会のことだけ言ってきましたけどね「うん、うちらじの」みたいな変ななんかやろうとは言ってなかったですね疑ってましたね <laughs> それ歌歌うたらこんだけいろいろ言ってたらちょっとぐちらじも聞いてもらいましょう、はい、なんでその同じ会社にいるやつに届けるのでここを返して言わなきゃいけないんで直接言え <laughs> でも見てほしい気づかれるまでギリギリまで言おういやそうですね<の>ここでここでぐちらじの方でギリギリまで言っていこう、うん、どんだけでバレるか んのだろうなぁ <laughs> 悲しいなぁ、うん、こんな悲しいことある悪口がバレない悲しさねバレてほしいもんね陰口になっちゃうからそうそうそう,そうこのまま言ったらね、うん、でも見てくださいよと言うのはやめとこう、うん、自発的にやっぱバ所クわらずそれが見て見たよって言ってくるまで待ちましょうそうしようそ,うし,ようそしたらまたあの報告します今のとこ今日の感じだと絶対見てません絶対に見てなかったねはい平日毎日口を更新していますウエストランド井口の「口